皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回は認知症予防に最適な記憶力と判断力を高める効果があると言われているカード記憶です。4枚のカードが表示されますので、そのカードを覚えてください。覚える時間は40秒です。その後、頭をリセットするために簡単な計算を10秒でしてもらいます。計算が終わるとカードが4枚表示されますが、1枚だけ最初とは違うカードが紛れていますので、どのカードが違うのかを答えてください。回答時間は20秒です。全部で3問あります。それでは早速やってみましょう。1問目です。40秒でこの4枚のカードを覚えてください。かわいいリボンのイラストですね。記憶タイム終了です。これから簡単な計算をしてもらいます。10秒で全問正解を目指してくださいね。それでは問題です。先ほどとどのカードが違うでしょうか。答え合わせです。一番右のカードがありませんでした。最初は形は似ていますが、色が紫ではなくピンクでしたよ。2問目です。40秒でこの4枚のカードを覚えてください。スニーカーのイラストですね。記憶タイム終了です。これから簡単な計算をしてもらいます。10秒で全問正解を目指してくださいね。それでは問題です。先ほどとどのカードが違うでしょうか。答え合わせです。この左から2番目のカードがありませんでした。最初は水色のスニーカーでしたよ。最後の問題です。40秒で
この4枚のカードを覚えてください。メガネをかけた人たちのイラストですね。記憶タイム終了です。これから簡単な計算をしてもらいます。10秒で全問正解を目指してくださいね。それでは問題です。先ほどとどのカードが違うでしょうか。答え合わせです。この右から2番目のカードがありませんでした。最初は洋服が茶色のジャケットで、メガネの形もまん丸ではありませんでしたよ。いかがでしたか？記憶問題ですが、途中で計算を挟んで脳をリセットして記憶をたどりましたよね。この動画は脳を活性化しますので、できるまで何度も挑戦してみてくださいね。知の種の他の動画も見て脳を若返らせましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。